はい、皆さんこんにちは。大原信夫の日本の権力を切るの時間がやってまいりました。第286回ということで、今日のテーマはですね、岸田首相と関西万博に共通する何をやっても支持は回復せず、一日でも早く辞めるしかないという話なんですけれども、辞めるといえばですね、つい前回話題になった、はい、神田財務副大臣、ついに辞表辞任罷免なんですか、あれ更迭って事実上の更迭って言われてるけども、うん、それにしても遅い。いや遅いですよ、ね、発覚してからもう1週間ぐらいですよね。この前の回だったわけだから、うん、そうですよ ね、何やってんですかね。普通だって税を、ね、徴税する側が、税金滞納してたっていう話ですから、即クビですよね。もうないでしょう、うん、適材適所だって言って、うん、適材じゃなかったことがもうはっきりしたんだから、いや即刻辞めさせないといけないでしょう。しかもね、岸田政権これ3人目ですからね、副大臣政務官、はい、まあね、うん、その組閣をやったはいいけど、うん、その目玉として女性閣僚5人、はい、こう打ち出そうとして、うん、で結局副大臣政務官女性ゼロ、うん、これで何やってんだっていう話になりましたよね。でそれについての説明が適材適所、なるほど、はい、そのうちの3人がすでにもう辞めてる、うんうんうん、まあこれ何をやってもダメですね。いやそういうことですね。まあ、選挙目当てと言われながらですね、打ち出したですね、減税政策、まあ、経済政策についてもですね、評価しないという人が60何%。だって財務大臣とか、うん、自民党の税調会長からもうはしご外されてるじゃないですか。いやそうなんですよ、税収増の還元だとか言ってんだけど、うん、岸田首相はそうですね、還元じゃないんだと、うん、もう税収増分は全部消えちゃいましたって言ってバラされちゃってるじゃないですか。もうで国債発行しないと財源が確保できないと言ってるってことですね。で、今朝ほどですね、衝撃的なニュースが流れました。自民党に優しいと言われている富士サンケイグループの世論調査でですね、岸田内閣の支持率が 27.8%、 前回確か共同が 29.7% でしたよね。確かね、フジテレビと、うん、あの産経の、ね、産経、はいはい、世論調査のやり方は、うん、どちらでもないがないんですよ、分からないがない、はいはいはい、だからトータルすると支持すると、うん、支持しないをトータルするとほとんど 100% 近くになるんですよ、うん、だから、うん、支持ってもともとは高く出るんですよ、うん、なるほどなるほど。で20何パーセントってことは、うん、もう不支持が 70% 近くだってことですよさらに経済対策評価しないが 66.6% ということでですね、まあ予想されたことではあるんですけれども、次から次へと支持率を上げようとして打つ手が全部裏目に出てる。これやはりあの首相公邸問題ぐらいのところから、はい、そしてマイナンバーカード問題とか、はい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 、あの辺で、もうみんなこれ信頼しなくなってきたでしょ、うん、そういうことですね、この人、はい、信用できない、うん、というイメージがどん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 ね、こう拡大しちゃってるわけですよ、うんうん、そうですね。でそれをまたね取り返そうとして、うん、見えすぎたことをやるから、うん、ますますそのベースにある信用できないっていうのが印象付けられちゃう、うん、なるほど、うん、で一発逆転を狙って、うん、これでもかこれでもかでやってるじゃないですか、うん、なるほど。もうなんかね、あの博打に負ける時の、あの最後どんどん突っ込むそれみたいな感じですよね。ダメなんだって負け始めたらもうどっかで引かないとダメでしょ。ですよ、ね、だからやっぱりね、やめるしかないんじゃないかな、うん、まあ多分一言で言うと国民のための政治をやってないってことじゃないですか。自分の支持率と、まあ、自分の政権の維持のためだけにいろいろやって、まあ、僕が記憶にある中で一番姑息だなと思ったのは広島サミットにゼレンスキー呼んだことですよ。そう、あれ何の意味があるんですか、広島の人間としては許せないですよ。ですよね、関係ないじゃないですかね、平和のためのね、うん、平和都市広島でわざわざやったことの意味は何だったんですか、ね、しかも広島出身の、ね、総理大臣が、まあ、出身じゃないんですけど、ね、出身じゃないんだ、そうそう一応選挙区ね、称している、なるほど。さあその、岸田首相となんと関西万博に、もう一 つある、もう一つ、いやもう一つが関西、関西万博ですよね。もうやめるしかない、共通している、はい、何を言っても支持は回復する。いやまあ万博については、まあ、まずですね建設費がどんどん上がってしまい、当初のこれ、
2350億っていうのは倍ぐらいになってるっていう話ですね、だから多分ね2つの要因があるんでしょうね、もともと最初のいくらでしたっけ、1250億、その時点ではあの、リングっていうのが入ってなかったみたいですね。今話題のね、話題のリングね、木造最大の350億円、そういうものを建設することにしたから、それでまず増えたわけです。なるほど、はいはい、それに加えて、今のあのインフレ、物価高、物価高ね、資材価格の高騰、人件費の高騰、そういったものでまたどんどん上がっていった、だから両方の要因があるんですよ。今このリングのことがまた批判されてるじゃないですか。急になんか出てきた感じなんですけど、万博担当大臣、自見花子さん、日よけ日よけって言っちゃった。そうですね、何のために作るんですか。夏の日よけとして大きな役割を果たすと、あの、国会で答弁したという話なんです、日よけは日よけでしょう、確かにでもね、日よけに350億は使わないでしょ普通。ちょっとね、これね、ツイッターでね、書かれた、この前の大阪万博の時、太陽の塔、太陽の塔ね、まあ、あれ一つの万博を象徴するモニュメントだったんですか。今でもやっぱりあの時の大阪万博っていうと、あの太陽の塔を思い出しますよね、岡本太郎さんがね。おそらくね、そういうイメージで、今回の万博を象徴するモニュメントとして、多分ね、なるほど、リングを作ることにしたんだと思うんですよ、でそれならそれで、みんながその象徴してのとしての意味を認識しないといけないんですよ。ですよね。それを万博担当大臣が日よけって言っちゃった。夏の日よけとして大きな役割を果たす、それはダメでしょ、でなんでかって言ったら、結局ここも、その女性閣僚の数合わせだけでやってて、本当に万博担当大臣の適材適所じゃないからですよ。そうですね、そうですよね、そこなんですよ、結局政務官も副大臣も全然ね、経験しない、そういうその担当大臣っていうものの役割が分かってない、そういう女性閣僚にしちゃうから、こういうことになるんですよ。なんでこの人選ばれたんでしょうねとかね、そもそもそういうとこからね、そこなんですよ、結局、ついそれで夏の表現みたいなこと言ってしまったという。まあそうなっても仕方がないですよね。もともと人選が人選だから。でも350億円ですよ。だからこれもやはり岸田首相の、その人事っていうものがちぐはぐだから、こういうことになっちゃう。でもう一つは万博っていうのも、さっきの岸田首相と同じですよ、要するにダメなんですよもう、いくら回復しようと思っても、ここまでみんなネガティブなイメージを持ってしまったら、そうですね、まあちょっとその万博を楽しみにしようと、いうことを思う人はもうどんどん少なくなってるでしょ、まあ、だからそもそも行こうとか行く気があんまり起きないですよね。なんか8000円とかですよ入場料。いやそれはいかないでしょう。1970年の大阪万博はね、僕子供でしたけど、そう連れてってもらえなかったけど、すごい行きたかったですけど ね、いやだからみんながそうもうワクワクしないし、楽しみにもしないっていうことになると、チケットも売れないし、ですよね。で日本国内で冷めてれば、当然外国からやって来ないです。来ないでしょう。そうなると2350億円かけて、でどういうメリットがあるんですか、こんなその盛り上がらない万博で。いやいや、維新の人たちは経済効果が何兆円みたいなことをずっと宣伝してたじゃないですか。それは最初の段階で言われたことです。今もう一回計算してみてほしいんですよ一体いくらの効果があるのか、はい、もう半分もないんじゃないですか。そうですよ、少しはあるんじゃないかな少しあるのかなどうなんですかね、チケットも売れないし、その分補填しないといけないでしょ。またチケット売れなかったですよね。当然チケット収入を当てにしている部分が、まあ、赤になったら誰かが補填すると。誰かって別に誰がいるわけじゃないので、結局最終的にはまあ税金みたいな話になってくるわけですよね、それでまたその万博協会にね、官僚の世界からエースを送り込んだとか言われて、なんか財務省の人が乗り込んで、いやこれね財務省はダメ、ダメ、なんでですか、こういう時、絶対ダメだと思います。なるほど。こういうね事業系のねマネージメントとか、予算を使う側のマネジメントは財務官僚ってのは下手くそです。あ、そうか、そうですよね、予算を、つける側ですから、つける側ですか、そうですよね、お金を使う側のオペレーションじゃないんですよ。なるほど、ここもね完全に間違ってる、まあ、何から何まで間違ってますね。
で万博はいつでしたっけ、2025年、あと1年半、まあ、とにかく早くやめた方がいい、これはもういくらみっともなくてもやめろという声がどん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 高まってるじゃないですか。もうこれしっかりね、維新の府知事市長もそうだけど、うん、もうこの際いくらもう大恥をかいたということになっても、うん、もうやめましょう、もうあかんと言って、うん、もうやめる方向で動くべきだし、岸田首相もね、もうここはダメ、いくらこれを粘っても、いやそうですね、両方とも早くやめること、うん、岸田首相もだとしたら岸田さんは万博の中止を決断してやめる、やめる、そう、これ歴史に名を残しますよ。そうですよ、ちょっとそんなことを期待しつつ、はい、ではまた次回。